あなたが世界の主です。御影カイト君、今までのお話でご利星渡り同好会に入ってください。難しくても構いません。おかしい。今の御影君の言葉はまるで断っているかのように聞こえます。なぜですか。あなたにとっての入部の必要性は十分説明したはずです。カイト君、それはこの場合、入会するかすでに入会していたか。厳しいですね。ですが、あなたの言い分の最もかもしれません。まあまあ、カイト君とやら。まあまあ、御影先輩。ゆぴゆぴ。生徒会役員がこんなに頼んでるのに、御影先輩はやればできる子です。キューピキューピ。おいおい御影、おめえやっぱ分かってないじゃん。勧誘したのは星渡り同好会、役員じゃん。やれ、やる気出せよ。自分から逃げるなよ。自信。違うからな。別にこの活動が成功したら特別に出席日数を。違うっての。理事からバカじゃねえの。御影くん、私たちは運命共同体なのです。ここであなたに断られたらどうか考え直してください。もし何でしたら、朝比奈さん同様、学園。なるほど。しかしもう、そうそう、影男のくせ。先輩のいけず、ケチケチパキュピギュギュピピ。うん、それはどうして。
何それ今と書いとくんだ。さてい、少年、どうしても出ていくというなら、このキューピーさせるかー。タックルは腰からスタート。逃がしませんよ。だって、先輩しか、あなたは世界の主です。キューピー、キューピー、キューピー、キューピー。おい、こんなとこに変なのいるぜ。丸いやつ、きっとアルマジロだぜ。はあ、こんなとこにそんなのいるわけねえだろ。マジ？でも解剖したらわかるんじゃね。お前天才。キューピー、キューピー、キューピー、キューピあ、なんだ顔怖くね、ヤクザじゃん。いじめかっこ悪い。ゆっぴー、ゆっぴー、ぬこたん、ノコタンはリクガメ。キュピキュピピ。え？何？キュピキュピ。この人がノコタン。あ、待ってください。ノコタンを助けてくれたお礼を。もちろん、あなたが、正解。先輩、どうしたんですか？運命の出会い。ふふふ、そう。お前じゃなくて、乙女ニコルです。みかげくん。とにかく、私たちは何としても傲慢、嫉妬、色欲の魔化を持つ、乙女さんが、それを消したくありませんか？本当に。逃げんなよ、ミカゲ。わかりました。この同好会にはいずれ、先輩のケチンボ番長。男の子は僕だけで寂しいから。2年の曽根原蓮です。
格好。あ、どうし、入りたくなってくれた？なんで？傲慢、嫉妬、怠惰、強欲、色欲の魔化を持つ音音さんがあなたに反応したということは、おい、人のものを踏んづけておいて随分じゃないか。ああ、紛れもなくその子は私の。そもそもその子はクリオネだぞ。誰がそんなイメージでマスコットを作るんだ。大体クリックラは女の子だ。見ればわかるじゃないか。クリックラは女だてらに火消しをやってる設定なの。粋な子だろ。そこが可愛いんじゃない。それは君が踏んだからだろう。探してたんだ。まずに気づいてくれたらもっと良かったんだが。クリックラだ、クリックラ。まったく、君は少し変わってる。なぜだ。だっておかしいんだ、こんなのって。それはその、いや、そんなこと初対面。そんな、こんな、いや、こういうものなのか。こんなに、えっ、ダメだ。難しい私を。いいから私に触るな。ただいま。お、飯はどうする。あ、食えれば文句はいい。ごちそうさん。お前が来たから食器が心もとない。これだと客が来たら足りない。リサイクルショップでか。あそこ食器なんてあるのか。あいつは何でもオーバーに言うからな。なあカイト、そろそろこっちに馴染んだか。そうか、こっちの生活楽しめよ。
今朝は遅めだな。おはよう海くん。いやいや、大が納得すんなよ。俺はそんな寂しいキャラじゃねえよ。今のは割と冗談だ。真の顔を見に来たんだけど、またいつものやつ。バカじゃねえの？あ、海くん、し、ああ、また嫌いっていうより苦手なんじゃないかな。だから海くんもあんまり嫌わないでやってね。姉ちゃん、寄れ。あっと、じゃあ私、自分だけ。海くん、ぼっちの弟をよろしくね。だからぼっちじゃねえよ。カイトも返事すんなよ。ったく、本当にうちの姉ちゃんはよ。おう、本礼なったぞ。全員座れよ。あの子誰？あのうちのクラスの子じゃないって、転校生じゃないの？美人だな。お察しの通り、転校生を我がクラスにお招き。細かいことは言わん。仲良くしてやってくれ、天ヶ瀬。はい。天ヶ瀬夏希、家の都合で急遽聖海学園に2ヶ月遅れのクラスメイトだが、早くみんなの良き友人になれる。日下部先生のおっしゃる通り、よろしくお願いします。ちょっと変わった話し方だな。さて、サプライズも終わったことだし、お、天ヶ瀬、席につけ。この列。はい。天ヶ瀬さん、いや、後でお話しようよ。ありがとう。楽しみ。性格も良さそうだな。おい、カイト、お前何転校生いじめて。ん？どうした、見かけ。な、なんでもありません。すみません。ん？仲良くありません。いや、仲いいだろ。めっちゃ。君のせいで、転校早々みっともないことに恨むぞ。いや、それはそうだ。天ヶ瀬、頼む。みかげは後でいつでも貸して。すみません。なんだ。天ヶ瀬さん、ねえねえ。ああ、まだクラブ活動。演芸部楽しいよ。え、もう帰んのか？なんだよ、天ヶ瀬さん。
見かけ、待て。おう、まだいたか、よかった。悪いが、今から朝比奈のとこに。あいつ、今日はついに欠席の、もともとしょっちゅう休むやつだったが、お客様の都合でおつなぎで。大丈夫だとは思うが、万一のこともある。お前、顔を見てこい。それだ。そんな顔をする。これを機会に仲良くなってこい。いや。朝比奈さんかい？もうずいぶん前に引っ越ししたよ。見かけ？どこがだよ！おめえ、入浴中の私を今覗いてんじゃん！リアルで、ライブで覗いてんじゃん！このドエッチ！私の勝手じゃん！朝比奈さんじゃ、うっさい！この痴漢、大変な変態！私の胸じっと見てたじゃん！目で胸揉んでた！いやー！見かけのエロ！じゃあ…嘘つけ！下手下手下手！
と同好会で成果出せば私の出席日数が増えるんだよ。だから私はバイトで忙しいんだっての。中をこのままってわけにはいかないし。違う、ザレ事じゃない。本当はお前だって少しはマカのこと、あの時顔に書いてあったぞ。いいかな、これはマジの呪文を一度ちゃんとお前のために。